今回は安比高原スキー場に来ました。天気も最高。ほら、まあ、このタワー見ると安比来たなって感じしますよね。今日は12月の7日セントラルクワッドで、この目の前のバーンを滑るんですけど、まあ、今年はねコースがちょっと広く感じますね。まあ、ここでグラトリだったりとか、まあカービングをやってコース状況をチェックして皆さん来てもらえればなと思います。ではね、リフト乗ってみましょう。今朝の10時ぐらいなんですけど、待ち時間はないです。まあ、天気は曇りって感じですかね。でコース状況はまあ去年よりもすごい広いで、まあ、ピステンもかかってて、カービングだったりグラトリ、やっぱグラトリがいいんじゃないかな、スノーボーダーは。でシーズン始めって結構他のゲレンデでもこう長く滑れて地形遊びとかできる場所もあると思うんですけど、足慣らしにはこれぐらいがいいんじゃないでしょうか。まあ、トリックやったりとか軽く遊ぶ分にはすげえいいコンディションじゃないかな。で上から下まで、まあ、トップとボトム今、空いてる時にあのリフト乗ってみます。はい、リフト乗りました。このリフトね結構長そうです。あの上のとこまで行くかな。ロングコースを楽しむには、これ登ってもらった方がいいと思います。はい、ではですねリフト降りました。まあここから下まで滑っていくんですけど、あ、まずは端っこ、ちょっとね硬いですね。まあスピードは出るんでね、皆さん気をつけていきましょう。まあカービングするには気持ちいいかもな。きついですね。普通には滑れるんでこういう感じで滑っていきたいと思います。いやでもコース長いな。まあパウダーがあったりとかはないんですけど、普通にカービングして楽しむ、グラトリするとかね、ターンするすげえいいと思いますよ。ちょっと足元はね取られる感覚があります。実際ねすげえ気持ちいいですよね。今日はちょっと温度が高いんでもうちょっと走りづらいかなとは思ったんですけど、全然走りやすいです。フレイターの人はあのペーストとか生塗り簡単にモデルバックス、塗ってもらった方がいいと思いますよ。こことか多分グラトリしやすいと思う、このバーンは。まあどんどん滑っていきます。いや気持ちいいわ。でもで今ライトウェア着てるんですけど、ちょっとね普通のちゃんと厚手のウェア着てもらったらちょうどいいかもしれないです。このまま降りていきますよ。ちょっとね下の方になってきて薄いとことかもありますね。そことかね。で温度がやっぱちょっと雪質が変わるんで、やっぱペーストを塗ってもらっていいかもしれないですね。いや次のコースに行きたいですかね。アッピーは今のところはカービングしてグラトリして楽しむってなると全然楽しめます。でもうちょっと行くとねシャドウがきつくなるんで、こっから皆さんカービングだったりやるんじゃないかな。ですね、ここから、またカービング、まあ、ラントリーとかしやすいバーに行きます。もうピステンはないかな。でも見てバーンめっちゃ広い。ほらすげえ広い。こっからここまでターンできる。まあちょっとねカービングしてきますよ。ボボコだけど気持ちいいね。まあ当てて見た横に振って当てて滑っていきます。いやでもこれカービングするなら気持ちいいんじゃないかな。フットとかあったらいいかも。ただこれから冷えてきたりしたら全然問題はないんですけど、例えばねちょっと今日は温度が高いんで道中ね5度ぐらいだったと思うんですけど、天気がねもしかしたらこうやって一気に安くなるんで、そういうのは車に1個ペーストと生塗りワックスとか買ってもらった方がいいと思います。ここから滑ってみて普通にグラトリしたりハービングはねすげえ気持ちいいなって感じです。到着しました。まあ今日ある安比高原スキー場のリフト、セントラルクワッドから乗って第2リフトかな。で結構上まで上がってこうやってロングコース滑ることができます。でグラトリカービングすごい楽しいです。土だったりは出てるところもあるんで、そこは皆さんに注意してもらって、雪が降ればハジパウだったり、いろいろコースが空いてどんどん楽しめると思うんで、今の状況はこういう感じにはなります。
皆さんもぜひね参考にしてもらって、まあ、カービンググラトリはね全然楽しめるんで、ぜひアピコーゲン遊びに来てみてください。ありがとうございます。